はい、始まりました。気になるマネーセンス、日々のちょっと気になるニュースや話題、疑問について投資家目線でお話し,していく動画です。ナビゲーターの小林です。はい、マネーセンスカレッジの朝田修です。はい、今日のテーマは高齢のご両親をお持ちの方必見生命保険契約紹介制度が開始。うん。ということでお話ししていきたいと思います。はい。はい。はい、えっ、ー、とこれね、えっ、ー、と新制度でして、ええー、2021年の7月1日より運用開始されている。だからもうつい。 この間開始されたばっかりということで、はい、あんまり取り上げられてないのかなとい,いや、ね、ちょっと僕もお恥ずかしながら まあまあそうですよね。はい。えっと、まあ多分他の投資系 YouTube とか、まあとファイナンシャルプラン系 YouTuber っていうのがいるんでしょうか。わかりませんが。まあ多分、あの、おそらく再生回数も伸びないでしょうから、まあ多分垂り扱えられることはないでしょう。そうですね。地味かつ地味ですかね。はい。まああの、うちみたいな独立的なところはね、扱えるということで、まあ多分伸びないでしょうけども、まあ知っといてそうないということで、お話ししていこうということです。我々のね、視聴者さんの 中でも50代の方とか、うんえー、40代後半の方も結構いらっしゃいました、うんね、でその方たちのお父さんお母さんがね、うん、ちょうどおそらく75とか、うんえー、80を超えてくるような世代だと思うんですねまあ僕もそうですけども含めて、えー、自分の親がそろそろっていうね <laughs> そうですね。<laughs> ところが。デリケートなところにる。はい。はい、まあ、えその、就活も含めた上でですね、うんうん、あの、自分自身の、親のことも考えとかなきゃいけないな、というふうな世代ですよ。うん、うん。やっぱり、僕の父親も母親も、 やっぱ年くってきたしやっぱり父親もね体もちょっと壊してるし諸君のお父さんもね体壊してっていうか病気になっておられるのでそれれぞねねやっぱり心配ではあますよ僕のおばあちゃんとかね僕のおばあちゃんは大丈夫でしたけどもやっぱだいぶもう亡くなってますけど自分の義理のおばあちゃんとかね見てみるとやっぱちょっと地方が入ってきたりとか地方症になってきたりとかするんでうちのおばあちゃんもそうですね。 とかちょっと心配ですよねという方たちにはもしかしたら使うことがあるかもしれない制度になります。はいうん、じゃあこれ何をする制度かと言いますと、うん、やるあの自分自身の父親とか母親、まあ、いわゆるその死亡された方とかですね、うん、えっと認知症の方とか、うん、えー、災害時にまあ行方不明になっちゃった。 っていうような方たちが入っている保険がわからないっていう時は結構あるんですね。はいうん、よくあるみたいですね。あもう本当に多くてですね。うん、いわゆるその保険会社の方から本当はね、まあ、契約してさ、うん、まあ十何年間ずっとお金払ってくれてたわけですから、うん、まあ当然問い合わせてしかるべき問題とは思うんですけど、うん、え保険請求されない限り払わないので、うん、えその払われてない保険金がものすごい多いと。これ銀行口座がねそのままずっっっととほったらかかしになってるとか っていうのも結構問題になってきているんですけどこれも財産ですよね土地とかそういうようなものもそのままほったらかしにされちゃっていわゆる廃墟になったりとか、うん、まあそういうようなことがもうどんどん起こってくる時代ですよ、うんえー、これから先もどん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 起こってきます、うんえー、そういったところでですね、まあ、いわゆる保険に入ってるのがわからないだから死亡しても保険金請求がわからないもうその保険証券がないしあ番号がも,もうわかんないですねわかんないですなんんか入っっってててたたいいうふうに言っていたとは思うんだけど けどもう分かんない。うん ありえますね。はいで。まあ、郵便物とかもきれいに整えられてね、ちゃんと全部残ってればいいんですけども、全部捨てられてたら分かんないし、はい、どうやって調べていいのか。で、まあ、付き合いのある保険会社にね、まあ、いちいち全部チェックして、うん、え調べれば、そこで見つかるっていうこともあるとは思うんですけど、うん、まあ、ちょっとマイナーな保険会社であったりとかするとですね、あ<ー>まあ、分かんないという,う、ね、ようなことになるわけですよ、うん。保険会社もいっぱいありますからね。まあ、すごい数あります。まあ、今、 今、制度があるんですけど、まあ、一般社団法人の生命保険協会っていうところがありますが、うんうん、生命保険協会の登録加盟団体保険会社ですよね、うん、42社ありますので<ー>まあこれ以外にもあるんですよもうその加盟されてない保険会社もありますからそ,す、ねはい、それでも有名どころはもうここ加盟してるので42社あると、はいはい、42社全部問い合わせしますかっていうことですよね。 いや、まあ、これ大変なことになるんですよ。いやー、大変ですよ。うん、なので、そういう、その、死亡されていて、で、かつ、その、生命保険契約があるかどうかがちょっとわからないとか、うん、認知判断能力の低下ですね、えー、によってですね、まあ、保険契約の存在が不明な場合とか、あと、まあ、災害時ですね、えー、これはまあ、災害救助法が適用された地域の災害において、まあ、被災されて、 で、まあ、家屋等がな、まあ、くなってしまった流出とか、まあ、消失とか、まあ、そういうようなものですねで保険契約の存在が不明な場合というこの3つの状態の場合ですね、まあ、依頼をかけると42社の保険契約の状況をですね、うんうんうん 調べてくれるという制度になります,す、ねはい、だからまあ生きていてその人が今は俺が何入ってんだろうって分かんねえっていうのを調べるものではないとそういうことかあ、まあ、それは自分自身でちゃんと調べるってちゃんとね <laughs> なるわけですけどす、ね、だけどやっぱり亡くなってすぐとかですねうん、うん、でそれでまあ,あの、ね、遺品整理をしていたけども、うん、保険入ってたはずなのになんでか保険証券が出てこないんだよねっていう、うんまあ、そういうな時にも、えー、これを調べることができますので活用できるんじゃないと。 かというふうに思うわけです。で、えっと紹介する方法とかね、そういうようなものもホームページに載せられてはいるんですけど、ちょっとねまとめてみましたということで、えお話をしていきます。まず紹介方法ですけども、まあインターネットによる紹介と郵送による紹介と二つありますということですね。まあインターネットによる紹介っていうのは、まあ紹介システムがありまして、ID パスワードを作成して、えそこでログインをしてですね、紹介者への専門のページから必要事項とかを入力すると、でまたあの 必要な書類がありますので、はい、まあそういうようなものをアップロードする必要があると思うんですねな,なので PDF みたいにアップロードするとそういうような機会がない方にとってはまあ書類の方が楽なのかもしれませんねちょうどギリギリの世代でしょう、うん、おそらくそういうようなもの面倒くさいなっていう人はまあ輸送されればいいんじゃないかなと思います、うん で、まあ、紹介、まあ、インターネット上でね、えー、紹介された場合は、まあ、紹介結果に関しても、マイページっていうところが作られますので、うん、まそちらの方で、えっ、ー、と、紹介結果を見ることができますで、郵送の場合は、回答がね、えー、書面で出てきますので、そちらの方でわかるということになります。うんはい、で、必要書類に関しては、これはやっぱりウェブページにありますので、そちらをダウンロードしていただいて、まあ、印刷するとか、まあ、もしくはあ、ウェブページから住所を入力して、えー、その書類を送ってきてくださいと。申し込むための書類 を手に入れる方法は、まあウェブページの方からま住所とかを記載して請求することもできますということですね。はい、で、必要書類なんですけども、うん、紹介をする人のご自身の本人確認書類ですね。うん、まあ例えば運転免許証とかパスポートとか、うん、まあそういったものになります。うんはい、で、えっ、ー、とまあこの場合亡くなった方の場合をちょっと想定しますけど、亡くなった方、まあその紹介されたい方ですね、えー、とのご自身の関係を示すま書類ですね。ま必要です、ね。ま通常これは戸籍、うん 1本になると思いますで,す、ねはい、でまあ死亡された場合は死亡診断書のコピーですね、うん、で、えー、紹介理由が認知症の場合はまあそれらに加えてまあその所定のね診断書っていうのが必要になります、はいはい、結構厳格ですのでね,でね、はい、まあ紹介者の、まあ、立場とかですね、えー、紹介非紹介者の立場まあその自由によってもですね必要処理が異なりますので、うん、詳しい内容に関しては、えー、問い合わせをしていただきたい というふうに思います。まあ、うん、ホームページにも書かれています。で、えー、利用料に関しては、あ税込みで3000円。<ー>はい。で、クレジットカードの支払い、もしくは、あコンビニの支払いになります、うん、ということになります。うん、これはね、請求してから約2週間程度かかるということになります。うん、まあ、あの、期間はね、かなりかかりますので、例えば、相続とか、まあ、そういうようなものでですね、早めにしなきゃいけないので、四十九日待ってたらダメですから、うん、あの、もう死亡されたというようなところであれば、 もうすぐに、このね、もうわかんないと。 いうふうになって、えー、わからないところで調べてもわからなかったっていう場合には、すぐに、まあ、請求されるのがよろしいかなというふうに思います。うん、はい。で、えっ、ー、と、災害時に関してはですね、まあ、紹介する方っていうのは、まあ、配偶者の方とか、親とかね、うん、子供、また兄弟、えー、まあ、そういう親族の方ですね。で、その方たちの法廷代理人、うん、もしくは任意代理人ですね。うんうん、はい。特段の事情が認められる場合には、その方の請求も認められますというようなことですと。でその、災害時に関しては、かなり緩く、 なりますので、まあ、そこら辺も問い合わせいただければなというふうには思うんですけども、うん、必要事項っていうのをまあ通知して電話で受け付けてくれますということですね<ー>でその申請書とか必要書類等っていうのが一部免除されて迅速に対応していただけるそうです、うん、回答としては郵送で、うんえー、回答することになるとーそうなで災害時の場合は、うん、利用料も無料と。 いう本当に特例ですね。そうですね。うんうん、なので、まあ基本的にはやっぱり死亡されたか、うん、あもしくはもう認知症の症状のあもう結構深い方ですね。うんうん、に関して、えー、適用されるものだというふうに思っていただければと思います。はい、注意点として何点かあります。まずですね、注意点は、えー、紹介できるのは紹介を受け付けた日、 現在で有効に継続している保険契約の有無だけです。うん、えなので、まあ、まずその有無だけしかわからないので、うん、え保険請求をしてくれるわけではないです。あ、なるほど。はい。はい、で、まあ保険請求に必要な場合、大体にして保険証券が必要ですけど、うん、保険証券を失っている場合は、まずその再発行手続きから必要になってきますので、<ー>いわゆるその手がかりがわかるっていうところ、 だけですよ、ということですね。何でもかんでも全部代行してくれるわけじゃないっていうことだけお気をつけください。はい、その今までもも全く本当にもう 手がかりも分からなかったっていうところにね、一条、うん、の光が見えてくるものですので、うん、はい。全部その請求が楽になるっていうわけではないですうん、うん、はい。ということですね。はい。はい。誰でも利用できるわけではないですということですね。うん、まあ、その紹介をし、できる人っていうのも限られていて、いわゆるその死亡している人は法廷相続人とか、まあ、法廷相続人の法廷代理人だったりとか、まあ、法廷相続人の代理人を受け付けた人とかですね。あとは、まあ、遺言執行者。うん ああに専任されている方ができますけども、うん、まあ、それ以外の方は部外者 <laughs> になりますので、うんはい、基本的にはまあ紹介できないと。ないとはい。で、えっ、ー、と、認知判断能力の低下している場合ですね。<ー>でこの場合は、法定代理人がまあいれば法定代理人、えー、もしくは、任意保険制度ですね、えー、に基づく任意代理人というふうに指定がされています。で、それがまあい、第一順位で。もしそういう方たちがいらっしゃらない場合は、 は二代理人でもできますよ、うん、ということですね。はい。で、えー、もしくはまあ三親等以内の親族およびその二代理人というふうになっています。うん、結構ここは厳格なので、うん、まあまあまあね、お分かりにならなければやっぱりホームページ等を見ていただければなという,ふうに思います。うん、はい。で、えっ、ー、と対象外の保険です。まあいわゆるこれをやったとしても見つからない保険というのがあります<ー>ということですね。はい、えー、それは財形保険契約、うん、もしくは財形年金保険契約。 えの場合には、これは見つかりませんということです。まあこれはね、会社にね、手続きするものですので,です、ね、まあ会社の方が多分それは、お亡くなりになれば分かると思いますので、会社にお問い合わせいただければと思うし、うん、うん、まあ実際に会社の総務がですね、 まあそういうことはちゃんと伝えてくるとは思うので、うん、まあここはちょっと問題はないかなというふうに思います。はい、で、えっ、ー、と、支払いが開始している年金保険契約、うん、えこれも対象外ですよと。うん、でも、これは銀行口座見ればわかると思いますので、うんね はい。銀行口座を見ていただいて、それを判断していただく、うん、ということですね。うんうん、で、えっと、また、これはね、えっと、ややこしいというかわからないところだと思うんですけども、うんえー、保険金等がですね、据え置かれているもの、うん、据え置きされている保険契約に関しては、えー、これは調べる範疇外になります。うんうん、じゃあ、据え置きって何ですかっていうことなんですけど、本来保険、 金が支払われるはずなのに、うんまあ、いわゆる満期があってですね、うん、払われるはずなのに、うん、払おうと思っても指定されてる銀行とかそういうようなものに振り込んだんだけど、うんえー、それが、まあ、その返ってきちゃってるとか。ほー、なるほど。保険会社からしてもわからない。はあ、そんなあるんですね。 っていうこと、まあだから長期のものだからね、そういうようなことも起こりがちですよね。確かにね。あり得なくはないか、うんで。まあそういうようなものがあります。はい、でそういった保険はまあ見つからないですよということになります。なので、まあ、あくまで今、有効にまあ継続している保険契約のみですよということになります。利用料はね、3000円というお話をしたんですけども、えー、先ほど死亡診断書であったりとか、まあ、認知症の、ね、診断書とか、まあ、そういうようなものもいるので、これはね、えー、費用が別途かかります。 はい。なので、まあ3000円だけじゃなくてね、うん、まあ例えばその、えー、診断書をもらうのに、うん、まあ5000円とか、うん、まあもしくは1万円とか、まあそういうようなものがかかったりするので、うん、また取り寄せたりするときね、えー、お金がかかりますよということですね。うんうん なので、まあ、費用はかかりますから、できる範囲で自分で調べられた方がいいですね。まあ、そうです。そっちの方はまあ、費用かからないですからね。はい、まあ、保険なんて何十個も入ってないと思いますので、うん、特にまあ、年齢が高くね、死亡される場合においては、基本的には、まあ、就寝保険ぐらいしかないですから、うん、まあ、1社程度でしょう。うんうん、はい。なので、まあ、保険証券を探すっていうのを、まず最初に王道としてありますよ、ということですね。で、えっ、ー、と、まあ、定期的に送付されている通知書とか、 郵便物ですね。まあそういうようなものを取ってあるとは思いますので、まあそういうようなものを探すっていうことも、まあメインのことになるかなと思います。えさらにはですね、通帳ですね。はい。もうそこの入所金が入ってると思いますので、まあそちらの方を履歴等で確認をしていただいて、そちらの方から、まあ、まあ芋釣り式に探していくというようなものが、まあ王道としてありますよということですね。これ自体が、まあ本来は使わないで済む、まあそれで越したことはないので、そうですね。 あの、日頃からですね、まあそういうようなものをちゃんと確認をしておくっていうのが大事だとは思いますけども、うん、まああの、ご自身の場合も含めてですね、えー、また自分自身の親、ね、やっぱりそういう管理が行き届ってない状態で、今現状お亡くなりになっちゃったりとか、また日常で、えっ、ー、と、それがまあできないというような場合は、うん、まあこういう制度を利用されるのもよろしいのかなというふうには思います。うん、で、えっ、ー、と、それを受けてですね、えー、自分の場合にやっぱりそういうようなことを使わないで済むようにですね、やっぱりまあ、あの、 自自分自身でで家族間でやっぱり保険契約についててちゃんと説明をしておく金のことってねなかなかあ開示できなかったり夫婦間でもなんかちょっと秘密にしてたりとかすることありますのでやっぱりそういうことがないようにですね日頃からちゃんとコミュニケーションをとっておくとまたそういう情報共有をしておくということが大事なのかなと思います。まあ、もしそういうい場合で まあ分からない場合にはですねまあこういう制度も始まりましたので、うん、まあ時代かなというふうには思いますので、うんうん、利用してみたらよろしいのではないかなというふうに思います。うん はい、はい。あの、最近ね、ちょっと認知症とかもね、うん、まあ、高齢化しているところでね、まあ、寿命が伸びているところで、えー、まあ、多いみたいです。はい、はい。なので、そういった場合にもね、利用されるケースがあるんじゃないかなというふうに思います。まあ、そういう感じでですね、あの、我々もね、えっ、ー、と、こういう情報を、まあ、皆さんにお伝えしておこうということで、お作りしました。はい。また何かに参考にしていただければなというふうに思います。はい。チェイジですかね。はい。はい、はい。じゃあ、何か参考にしていただければと思います。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。 動画をご覧いただきありがとうございます。これからもお金に関する役立つ情報をお届けしてまいりますので、もしよろしければチャンネル登録をお願いいたします。また、マネーセンスカレッジでは無料で受けられる講座を多数用意しています。気になるタイトルがあればぜひクリックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。